楽器を交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ。あれ今日9日目かな？9日目です。数がだんだん数えられなくなっていきます。わかる。ホルンペット9日目始まるよ。9日目だよ。9日目、やってきた9日目。もう明日で10日目です。やば、頑張ります。3分の1 頑張っていきましょう。練習は昨日はしてみてどうでしたか？昨日はレッスンでハイベイが出た後に何度かチャレンジしたんですけど、はい、アーまでしか出なくて。なるほど。ちなみに昨日はハイベイが出たけど、普段出たりすることもあるんですか、練習の中で？普段はないです。口を変えてなんか無理やり出すみたいなことはしたことがあるんですけど、下からそのまま上がってハイベイまで出るってことは昨日がマジで初めて。おお、それはよかったよかった。すごいびっくりしました。結構頑張ってましたね、レコーディングのデータ聞くと。なんかもうありがとうございます。10日間でとりあえずハイベイは出るよってことが実証されたので。いや、やばすぎですね。考えてパプリカも外す原因が分かったんですけど、頭では分かっていつつ、やっぱりなんか自分の意識がまだなんかちゃんと注意できてないみたいで、なんか頭では分かっていてもできないことがすごくあることが分かってきたので、もうちょっと頭を整理してやろうと思ってます。なるほど。そうです。きっとハイトーンが外れるっていう感覚はホルンもトランペットも共通なんじゃないかなっていうところではあるんですけど、やっぱトランペットって例えばパプリカのタラララタンのタンの音って、あー外すよねっていう音なんですよね、やっぱり。みんな外すと思って聞いてるみたいな、トランペットの人ってぐらい、やっぱりその音がたとえファであっても、まあ、与党の跳躍、あのファに対してってかなりやっぱ外れる確率高いんじゃないかなと思うんですよ。で、そこに対してどうやってじゃあ確率上げていくかっていうと、もういかに上で待ってられるかっていうところがすごく大切で、なおかつ結構ここに関しては練習量っていうのがかなり大きく出てくるんじゃないかなって思ってて、跳躍の練習に関しては私は徹底的にめちゃくちゃお弟子さんとかにはやってもらってて、というのもなんか全ての跳躍でしっかりピッチを取ってそこにはめていく感覚が、まあ、4度5度6度7度1オクターブっていうところでしっかり感覚としてないとやっぱり外れやすくて、でそこに関しては跳躍の練習もしていこうかなと思っていたので、そこもやりつつ解説していきたいなと思います。はい。音出しはしましたか？音出しはちょっとしましたけど、なんかちょっとバサバサ言ってて。なるほど。一回ちょっと音聞かせていただいてもいいですか？はい。とはだいぶなんて太く出るようになってきたので、これをまあ可能であれば、まあ、3分の1ぐらいの音量でいきたいかなっていう感じです。はい。今小さくしたことによって、なんかちょっとどこかが今までの感覚と変わったところってありますか？アパチュアがやっぱり広がらない。うんうん。なるほど。で、まあ自分が最適と思う振動が起こるところに行かないから、ちょっと音が出づらいかなっていう印象。そうです。で、なるほど。そしたら跳躍の練習をする前に、音のツボ、本当に音のこう小さな種を見つけていく練習っていうのを少しだけやっていけたらなって思うんですけど。多分すぐ吹くとちょっと唇まだパサついてるのかなと思うので、ちょっとだけ半音階やってから、どうしようかな、はい、半音階やって、今から今5分、OK、ちょっと急ぎ足でいろいろ入れてみよう。はい。ちょっとだけ左手しっかりホールドする意識でもう一回だけやってみましょう。はい。
終了そうっていう感じがやっぱ音色的には見えてくるので、やっぱ上の音出していくためにはこのぐらいの音域に関してはもうなんて言うんだろう、今真似するとみたいな感じで上に行ったら上に上がってる感があるんですけど、逆にもうなんかちょっと下がってるんじゃないかぐらいな気持ちで意識、はい、ちょっと音のイメージしてみましょう。今意識しただけでもだいぶ聞こえ方変わっているので、上に行くってなった時どうしてもやっぱ苦手意識だったりとか、まあその上に行かなきゃっていう気持ちが先行しがちだと思うので、この辺の音域、高くない音域で同じ傾向が出てしまったら絶対ハイトーン出なくなるので、自分がまだ出しやすいなって音域の中ではとにかく低いと感じて吹いてる。今のでちょっと唇もほぐれたと思うので、音の入り口探しっていうのをちょっと やっていこうかなと思うんですけど、はい、この息を出すときにふーってその結構出すんじゃなくて、もうなんか本当にちょっとこうなんて言うんだろう、ピッ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 ってちっちゃく出すような息を出してあげることで、なんかもう本当にこうここの振動がなんか振動で言うとなんか2、3粒ぐらいがピッ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 みたいな感じで起こるぐらいのこう連続性のないピッっていう、こう小さな振動を起こしてあげるイメージで、プッププ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 、その音でやっていきましょう。今結構ちゃんとしっかりポって鳴ってるんですけど、割と大きな音というかやっぱ理想的にはちょっと聞こえるかわかんないので近づくんですけど、音は出さないんですけど、なんか音程聞こえるのわかります？このぐらい、この、まあ、今のはその振動を止めた状態でそのピボットの位置を変更したことで音が変わってったんですけど、それぐらいのイメージのちょっと振動が起こると、もうかなり小さいというかピアノ一種ぐらいな気持ちで音が出せると、やっぱここの振動効率がかなりいい状態なんですよ。息を使わなくても唇はしっかり振動するから、上に行った時にも息を使う必要がないのでハイトーンを楽に出せるよっていうのが私の奏法だったりするので、まず低い音でしっかり小さな音で吹けるようにしていきましょう。なんかプップップっていうよりも、なんか鳴ってるところから小さくしていくイメージよりも鳴ってないところからかすかに鳴らしていく方が近いかもしれないです。だから最初はその音が出ないところから、音が出てないってことは息が通り過ぎて唇が広がってる状態なので、あ、このぐらい閉じると振動が起こるんだって場所を見つけていく。ちょっとやってみましょう。音が出てるってことはちょっとお腹のスタンス低いのでグッと押してあげといてやりましょう。あ、でも近いです。また音が出てないところからグンって閉じるんじゃなくて、本当にちょっとずつ閉じていってかすかに鳴らす。あー、ダメだ、全然なんか幅がないです。幅がない、なんかこの0と1の間の 0.1 とか 0.2 とかじゃなくて0か1みたいな感じになっちゃう。ここね、あの簡単な練習ではないのですぐできなくて全然大丈夫なんですけど、はい、最近多分そのパスパス言ってる理由としてもやっぱ唇に頼って吹いている傾向があるんじゃないかなっていうのと、なおかつやっぱりその唇が最低限の状態になる状態じゃないと、今もうパスパスになってるから息使わなきゃ息を使って出さなきゃってしないと出なくなっちゃってる状態なので、目安としてやっぱり今みたいなもうピッ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 ちっちゃい音で出て別の宿題を出します。今のはもちろんプッ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 プっていう形でしっかり鳴らしていって、自分が
小さいなって思う音よりも100分の1ぐらいで吹いてほしくて、はい、でそれはなんか音じゃなくていいんです。本当に本当に小さな振動の音がピョってちょっと生まれるみたいなぐらいでいいので、それでキープできるように練習をするのを引き続きやってもらうのと、音を出さないで、例えばドレミファソラシドだと息の音聞いててください。聞こえますか？すごいすごい。まあそのお腹のそのピボットの位置だけ移動して息のスピードが変わって、はい、運指が変わってそこのツボに音が響いている状態なので、唇の振動ほとんどたまに起きてるけどほとんど起きていない状態で唇の振動止めた状態でやってるんですけど、こう遊びで音を出さないでなんか指の練習してる時とかに息入れてるとそういう風になったりする経験多分ホルンでもあるんじゃないかなって思うんですけど、それをやってみる。ちょっとだから私の場合はあえて少し振動が起こらないように下唇を下げて振動が起こらないようにしながら、もうただただピボットの位置をグンって上げたり下げたりしながら息のスピードを変えてやってみます。ドレミファソラシドって吹いてみましょうか。音は鳴らしちゃダメです。分かったんですけど、そこから上がいかないです。なるほど、やってみましょうか。はい、っていう感じに、これでまずはこの唇の振動が起きない状態で息のスピードだけでハイベイが出れば、今のやつをこのまま振動を起こしてあげればハイベイが出るっていう、ただそれだけなんですけど、すごいんだけど、すごいです。それちょっと頑張ります。この練習のいいところは唇を振動させないことで唇が疲れないっていうところと、トランペット吹くときっていろんなこと考えなきゃいけないけど、それのうちの一つのこのピボットをグンって上げていってしっかりそこの音域の場所にちゃんとあるかどうかっていうのがこれで確認ができて、じゃあいざ閉じてみようっていうと音が出るはずなんですよ。なので、はい、まあ、無理は言わないけど可能であれば、まあ、2オクターブ感のやつでそれの練習をしてあげて、もう夜中とかも普通に今みたいにみたいな練習をしてあげると、ここのところの練習だけ作っていけるので、はい、いつでも練習できるっていうのもメリットの一つなので、ちょっとなんか暇さえ見つければ今の練習してどのぐらいの場所まで引っ張り上げるかっていうのを確認するのをちょっと、まあ、数回やってみてください。で明日はインターバルかまたは半音階で上を目指すよ、口の状態見てやっていこうかなと思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。頑張ります。楽器を交換30日間目指すはプロ、練習頑張る。聞こえてますよ、私には聞こえてるんだけど。